だから、一旦優しくしてから突き放したら、もっともっといい顔で泣くのかなって。時はそう思ったってだけで、やっぱトエスプルドは一味違うね。今のセリフプランに聞かせたらどうなるかな。やめてあげて。あいつのことは気に入らないけど、そこまで鬼にはなれないわ。混んでんのよ。元気出しなさいよね。お姉ちゃんが帰ってこないのに元気なんて出るわけないよ。気持ちはわかるけど、前の時はもっと長い間会えなかったじゃない。それでも耐えられたでしょ。あの時はあの時、今は今だよ。重症ね。じゃあ無理して元気出せとは言わないけど、仕事中くらいはシャキッとしなさいよね。今はパトロール中。市民団体の活動が怪しいからってわざわざ私まで来てあげてるのよ。うん、ごめんね、ユニちゃん。私のこと心配して手伝いに来てくれたのに。はあ？誰が心配なんてしてるって言うのよ。私はただ…そう、この隙にプラネティウムのシェアを奪っちゃおうかなーって、そのために来たんだから。あれ、あの人、ちょっと聞いてんの。私はあんたの心配なんて全然全く。え、あれって
市民団体のトップの。何してるのかな、こんなところで。そう、そんなの本人に聞けばいいじゃない。あ、待って、ユニちゃん。ちょっと、聞きたいことがあるんだけど。あんたが何してんのかってことと、あと市民団体についてもいろいろ。ユニちゃんってば、いきなりすぎるよ。貴様らは女神、いや、女神候補生か。私たちのこと知ってるみたいね。だったら話は早いわ。おとなしく言うことを。候補生風情が軽々しく私に触るんじゃないわ。性ごとき相手にするまでもないわ。私の願いは女神のみ。口惜しいの、口惜しいの。末代までの恥じゃ。女神どもめ。その、いい加減立ち直っていただけると。その…鬱陶しい。男のくせにいつまでもうじうじと。意外ね、マジェちゃんって男のお尻を叩いてあげるタイプだったんだ。なぜ貴様はいちいちそういう言い回しをするんだ。っていうか、よく恥ずかしげもなくこの会議に出られるもんよね。あんたの大失態のせいでこっちは散々だっていうのに。そうなんですよね。ルイは完全に復活しちゃって、他の国とも協力関係を結んでしまいましたし。逆に私たち七賢人は悪事を暴かれたせいで評判ガタ落ちだし。おまけに全国放送であんな無様な姿を晒したっちょからね。そのカメラを回してたのは貴様じゃろうが。私なんか顔を知られちゃってる分風当たりが強いんだからね。どうしてくれんのよ。ねえ、知ったことか。人に媚びを売るしかできん小娘が生意気言うな。なんですって。わ、皆さん落ち着いて。喧嘩してても会議が進まないですし。だから会議をしっかり回すのが司会の務めだろうが。ごめんなさい、ごめんなさい。会議って言っても今は手詰まり状態だしね。コピリーちゃんに加えてアーサーのスーツも修理中で、戦力もままならないし。作戦さえまともなら女神ごとき私一人で片付けてやるのに。一番最初にボコられたおばはんが言っても説得力ゼロっちゅよ。一番最初は貴様だろうが。我中ちゃんってば、戦闘シーンもロゴ入りの名乗りもないまんまやられちゃったのよね。おいらが気にしてることを。もうやってらんないわ。アブデスさん、どちらへ。女神のところよ。こんなところでくだらない言い合いしてたって、幼年幼女は一人も救えないもの。でもまだ会議が。待ってください。ようやくやかましいのがいなくなった。おじおじ
とうめいてたくせに急に悪人面に戻っちゃっちゅね。いい加減うんざりだ。いつまでもこんなことが続くようなら私は抜けさせてもらうぞ。短気を起こしちゃダメよ。ほらあっちの計画も着々と進んでるんだし。その計画自体私は乗り気ではないんだかな。そんなこと言わないでよ。姉ちゃんも嫌がってるのにマジちゃんにまでそんなこと言われたら。オイラは楽ができれば何でもいいっちょ。まあ、あの小娘にだけは聞かせられん話じゃが、この計画がなれば憎き女神どもの謎ち、気に食わ。留守にしちゃってプルルン怒ってないかな。怒りたいのは私よ。2週間も人の教会に入り浸ってゲーム三昧、おかげで全然仕事が進まなかったのよ。私は何回も帰ろうとしたのにノワールが無理やり引き止めたんでしょ。ダメ、帰っちゃダメ。帰らないで。今帰ったら絶対許さないかな。でそんな色っぽい言い方はしてないわよ。あれはただあなたがゲームで勝ち逃げしようとするから。こっちのノワールは負けず嫌いのくせにゲームの腕はいまいちだよね。あの程度で私に勝とうなんて甘い甘い。納得いかないわ。たとえゲームだけとはいえ私がネプテューヌに負ける要素があるなんて。てかさ、ノワール、仕事進まなかったとか言ってるのに私と一緒に来ちゃってよかったの？いいのよ。私は普段真面目にやってるから少しくらい休んだって。それにあの子はたまには顔見せとかないと私のこと忘れちゃいそうだし。うわ、ノワール、今の顔、恋する乙女の顔だったよ。はあ？そんなわけないでしょ。おかしな言い方しないで。道の真ん中で大声出してみっともないわね。あれ、ブルー、奇遇だね。どうしてルイの女神様がこんなところにいるのかしら。いい加減名前で呼ぶようにしてくれないかしら。ラステーションの新米女神さん。メラメラ、ぼちぼち。おお、火花だ。二人の間に火花が散っている。それでどうしたの？ブラン、プラネティウヌに何か用事？用事というほどではないけど、少し時間が空いたからブルルートに会いに来ただけ。あれから本当にちょくちょく遊びに来てるよね。こっちの世界ではノワールだけじゃなくてブランまでプルルにラブラブか。別にラブラブとかそういうのじゃ。あらあら、ずいぶんと余裕ですかと。シェア争いで新米女神に贈りを取ってるのによその国の女神と遊んでるだなんて。遅れは取っていない。まだルビーの方がラステーションより上よ。まだね。よくわかってるじゃない、抜かれるのは時間の問題だって。いちいち言葉尻を捉えないでくれるかしら。あれ、なんて言ったっけ。ルビーでこの間発売されたあの赤い双眼鏡みたいなハード。あれは見事に大爆死だったらしいけど、普通発売される前に気づくんじゃないかしらね。発想は悪くなかった。